諸水寮は、当代の政治家、諸家、諸島の三大家の一人、字は、登るよし。河南健康から河南軍港に封ぜられたため諸河南と呼ばれることもある。体操に仕えて、還元を良くし、後の高想の教育にも当たった。しかし、不足点を皇后に立てることに反対したために、左遷された。諸寮の子として生まれた。 甲州戦当県の出身。本願は、河南軍備的県。617年、節巨が自立すると、その下で通じどめりを務めた。618年、父と共に、党に降り、新王府の鎧総参軍となった。636年、秘書郎から、貴居郎となり、またぐ西南が死去したことで、議長の推薦により、書道顧問となった。四十四年、 官喜大部から、黄門次郎へと進み、大層に深く信頼された。大層の後継問題に際しては、李オを推薦して、皇太子となった、李オの森役を任された。649年、大層が死去するに際しては、皇想を、保筆する用意書を賜り、どのようなことがあっても死刑は、免ずるという権利を得た。即位後、の信頼も受けて、 中書令から、少書右牧屋へと累進し、長孫無きリーサを、牛安氏と共に重鎮となっていた。しかし、655年に、高僧が、竹寺氏を皇后に建てることを研議し、貯水量は、強行に反対したが、不足点と高僧により押し切られた。このことにより、不足点の恨みを買い、死刑に処されかけたが、遺症により死刑は免ぜられた。 その代わりとして、丹州都督、桂州都督と左遷され、最終的にアイスにまで流され、そこで死去した。ここに、著彦都市、著ウキがいたが、共に、アイスに流されて殺害された。705年に、著水量の一家は名誉回復されて、借位を戻された。陸長期から発展しつつあった解消高度に、完成させた南派の愚製難。 北派の応用順の処風の特徴を吸収、融合しながら、それを乗り越えて、独自の処風を確立した。特に晩年の眼痘性教助は、会所における最高傑作の一つとされ、後の送金体につながるなど構成に多大な影響を与えた。一般に力強さが特徴的な北派に属すると言われるが、決体は扁平で安定感のある。 南派の性質を合わせ持っており、従来からの貴族論争は、あまり重要性を持たないように思われる。また、王義氏の進化期官定職務についており、その書をよく学んだと思われる。四十代における、遺血仏願費や、毛包紙費には、霊書の運筆法が見られ、そして線は細いながらも強、兼合強と評される一方で、五十代における、某元霊費や、 眼頭性教助では、躍動的で流麗な作風に一変した。水量の書は、決体感画で有用迫らず、変化の多様と上手の豊かな点では、初頭の三体化の中でも最も優れている。もう奉仕費、眼頭性教助現在残っている、著水量の作品は次の四つで、いずれも解書体である。根拠に乏しいが、 貯水量の作品だと言われているものは主に次の通りである。上岸十五年、水量十五歳の時の会所である。遺潔とは、落葉の南方にある流門のことで、その石窟の貧葉道の南の外壁に刻された、まがい碑がこれである。碑文の内容は、体操のよう男のギオーリアス氏が、 聖母の長尊皇后の追善のために、新たに石窟を造営したことを記したものであるが、損傷が甚だしく、今日では、記念の文字は見られない。しかし、宋の王葉治の、宗古六罰をに記述されているところによって、新文本の宣文、貯水量の書、上岸十五年の検筆であることがわかっている。天額は、遺血仏岩の日、碑文は、各個十一時、 行数は金卓本では三十二から三十三行で、ある。字の大きさは四センチメートルあり、彼の書碑の中では最も大きいものである。顕碑は、上元十六年。碑文は、新踏見本の専文で、石文は、毛う氏が生涯従事した、取得官という女同士の寺院に顕碑された。しかし、原石は、北総末の頃、 東隣の国古館に移され、その後いつの間にか失われたという。そのため拓本は少なく、その中で、東拓古本が、真の同行年間、後世の理想館の修造であったが、今は、日本の三井文庫像となっている。碑文によると、盲帽子は、江夏安尻区の人で、俗名を、盲清祖という女同士である。隋の文帝に招かれ、苦行以下。 消えする者が多かったと言われる。水量のこの書には、王陽順愚勢難を合わして、神聖面を開こうとする努力が見られ、後の元頭性教助を生む母体を成している。憲筆は、永期三年と推定されている。暴言令は、当の開国の更新で、少量に、倍奏された。その母碑がこれで、少量博物館に現存する。碑文は、早くから摩滅し、 わずかに上部の5分の2くらいが読めるだけで、戦者、筆者、立筆の年月などは全く見られない。しかし、その書風から、元頭性教助と同筆であることは、疑いない。また、憲法の年月は、金石厚無編の著者、王朝の交渉によって、永久三年とする説が多いが、確かではない。聖卓本が、極めて少ないので、 元当聖教授のように注目されていないが、筆跡は、それと変わらない。憲法は永久4年。現状が、上元19年に記帳して、インドから持ち帰った仏典の翻訳を進めていた際、大僧は、彼の功績に対し、聖教授の文を作り、また、当時皇太子であった、皇宗も、述世紀を作文した。碑文はこの城、女と、木で、 二碑に分かれており、両碑を総じて、岩頭性教助と称し、先制小青安の大ジオン寺内の大元頭に現存する。保存は極めて寛容しみである。ジオン寺は体操が、現状のために建立したもので、現状は、永紀三年この寺院内に、インド式建築の大元頭の建造に着手し2年で完成した。この大元頭の上層には、 石室があり、彼がインドから持ち帰った物点を保管し、その南面にこの、序と木と、貯水量にかかしめておいた。しかし、後にこの塔は、崩れ上部を失ったため、長安年間に再建して七相当にした。その際、最下層の南面の入り口の両側に、岩室を作り、両皮は東側に、城、西側に、木をはめ込んだ。今日見られるのはこれである。 両日は、同系同代の黒大理石で、日学は、序は、大東三蔵正教の序、木は、大東三蔵成教序記と、それぞれ二行に書かれ、日文は、序は右より、木は左より書かれている。それぞれの末行の文によると、水量は、上永期四年10月に、木を、同年12月に書いている。長願四年、貯水量35歳の時の書で、 著書中、書写年代の最も早い、優れた行書である。古樹譜は、シンが作った譜で、著水量の書のそれは、古くは、助広氏の、小跡記に見える。この、小跡記の文や書風から見て、水量のものであると推定されている。原稿の条によると、末尾に、上岸4年10月8日多面国交書とあるだけで、書写の名が示されていない。 またその親戚は現存せず、下校道長、雨老町、玉園道長、隣、池ケル園長などの州長に、その本国を見るのみである。洋主刑は、州長にあるものでは、長雨老町長が最下であるとしている。当の体操の奉行を悼んだ分で、署名はないが、上岸23年の水量の書とされている。書体は楷書である。挨拶とは、 皇帝の葬儀の時、中書霊が読む長字なので、大操の葬礼の時中書霊であった、水量の自作の挨拶文とされている。この文は、当門水、文言映画、当大正霊集に収録されているが、それら各々の間にも、軸の移動があり、また現存の法上との間にも移動がある。単に転写の際の誤りのみでなく、開講したものがそれぞれに伝わったためと思われる。 民の有名な評論家、王聖帝はこの親戚本を入手して、罰を書いており、その罰文によると、説商法などの大意識があり、また、米友仁の罰もあって、水量の親戚に誤りなしと断じている。この親戚本は今は失われているが、その国本は、早くから行われ、下校道長、打つ岡西長、周三県長、 隣、イケル延長などの州長に告されている。古来、水量の親戚であると言われていたが、初中に、彼が仕えた体操、構造の意味なじを引きしていないほか、種々の点で、南宋の模本と推定されている。台北、呼吸博物館に現存し、書品は、愚性難の、孔子病同比に迫る遊品の会所である。宇つ岡西町、三木道法上に告されている。 ありがとうございます。